からの選挙戦で別の選挙をやってるというのが今の現状です。でこれが国民にどういう影響を与えるかということからまずお話をしたいと思います。佐賀は3年連続で災害に見舞われました。この若槻高校もそうでした。ご苦労お願い申し上げます。でその中で、今回激甚災害の指定を受けましたけれども、局特ということになっていて、局地の災害ということになってますから、いろんな補助金に制約があります。それからコロナのお金にしてもですね、もう佐賀県は一生懸命山口知事が頑張って皆さん盛り立てていただいてますけれども、あと3億円しかありません。でそうするとこのコロナはですね、波を示します。ちょうど今出ているこのデルタ株、これがですね、後ろの方をご覧になりますが、インドの方で、発見をされたデルタ株というのがあっという間に世界を席巻しているわけですね。これでたくさんの方々が亡くなります。しかしこれ、このピンクのところはデルタです。であっという間に他の株を押し抜けてデルタになった。で急にこう上がるんです。で急に上がって、なんでなのか、ウイルスが自壊しているのか分かりませんけど下がる。でも確実に言えるのはですね、根の部分が残っていて、そしてもう5回目でしょ、緊急事態宣言で。これを解除するとまた6回目と、こういうことになっているわけです。なんでこんな風になるか。日本はですね、世界の中で下から5番目に、コロナ対策がなってないんです。その原因がですね、これ、これ右側ですね、これですね。ちょっと今日は評価いっぱい出して目のチカチカスティーカーにもうこんぐらいでやめておきますけど、この一番下の赤のところ、これが PCR 検査の検査の伸びです。もうケチってケチってケチって一応検査をせんとです。私は毎回帰ってくるときに検査をしてます。で、陰性ということが分かってここに帰ってきてるんですけど、それもそうやって党がやってくれるからやれるけど、自分で済んない、加工してとてもじゃなくてできません。で結果自粛自粛自粛、こういう状況になってるんで、これを変えるための法律をいくつも作りました、立憲民主党で。そして今回第5波でですね、燃え尽きたと、もう一生懸命頑張りようけども、自分の家族にも感染させちゃいかんということで、お医者さんや看護師さんが病院を今辞めてるんです。でその人たちを支援をするお金もない、法律もない。で法律を出して、検査のための法律、医療機関や医療従事者の方々を支援する法律、それからイベルメクチンとか家にいながらですね、もう病院に入れてもらえん。8月だけで250名の変死のご遺体が見つかったわけですね。変死遺体というのはどういうことかというと、警察が調べたご遺体で、後で中には後で見たらコロナやったと。どんな苦しかっただろうと思う。で今回の選挙は佐賀市長選挙もそうですけども、命がかかった選挙なんです。命がかかった選挙、オーバーに言ってるかもわからないけども、本当にですね、今まで1万7000人が亡くなりました。で今回のこのコロナウイルスは一つの大きな特徴を持っています。その特徴は何かというと、忍者の方だということです。忍者の方。つまり感染しても発症せん人がいる。で発症せん人からうつる。あるいは発症前からもうつる。それからロングコビットといって、そのコロナが長く続いて脳やいろんなところに障害を与えて苦しんでおられる方々がおられる。そして酸素が息ができんことないよとに、そういえばわからん。酸素飽和濃度が90とか90、85とかになっとってもわからん。本人は全然苦しい中、でも体はもう酸素がないからそこで亡くなってしまう。こういうその忍者みたいなウイルスなの。でこのウイルスと戦うためには忍者だからロマンス業がある。忍者は見つくことする業がある。黒、
闇の中に黒い色をしとったら白を投げつけないよ。それが検査なんです。だからよその国は検査をどん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 やってる。で日本はそれをやってない。それから佐賀もですね、夜ものすごくたくさんの人たちから相談が来ます。あのね、私のお姉さん役の方がそこに大阪っていうのは本当にいろんなお役をですね、皆さんがあの支え合うのが佐賀です。で東京から帰ってくると佐賀新聞に書いてあるでしょ、原口勝弘佐賀県挨拶までとか国政報告とか、それに家の前にキャットの里です、会いに来たっていう、大体女性です。しかも若い女性なんです。それ何ですかって、俺は独身研究されてるわけじゃない。そうじゃないんですよ。仕事は脳中す、首は切られた。で佐賀はそれ少ない方ですよ。だけどその私のパンフレットを見てもらってください。このパンフレットにですね書いてるんですけども、ちょうどこのコロナでもうこれも今日ですけど、このピンクのどういう人が雇用を失ったかというとですね、若いしかも低所得の女性の人たちが首を切られてきてる。だからかわいそうです。本当に仕事がない、食べていけん。で佐賀ももう皆さんがフードバンクってやっていただいてですね、皆さん佐賀市はあの3年前ですか、日本で一番暮らしやすい町っていうことで全国の主な都市を100ある挙げてですね、その中でいろいろ調べていくと佐賀市は暮らしやすい、それから働きながら子育てしやすいというのでも上に来ます。それは皆さんのお力です。だけども皆さんのお力で5番でならんのがこれです。もう今日出すからこれで終わりにしますけど、今日はもうブラブラーって出したばいいで、なんでかというとテレビで言わんけんですね。皆さんにここで私が申し上げるのはこれがですね、この約25年間の経済の伸びです。 GDP っていうんですけども、これを見ると日本はこっちがですね、要発展したところ、こっちがしぼんどところ、日本はどっちだと思われますか。この発展しとるところと思われる方、手を挙げてみる。衰退しとるところ、はい、もうほとんどですね、衰退なんです。一番ここ、衰退しよう。マイナス、OECD の諸国の中で最低です、マイナス7。だから皆さんの年金も増えん。おまけに年金は変なところに使うと、昨日のニュースでですね、中国の恒大集団に、年金のお金を使えた。そう、金返せって言わんのだ。で、なんでこんなになるかというと、増税です。税をバン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 増税してる。そして、構造改革とか言って、郵政を民営化したり、水道局を民営化したり、そういうことばっかりしよう。で、それでようなったですか。日本に簡単に郵政がですよ。これで研究費用、私、政経塾の23歳の時に、ゆうちょと官庫のお金でですね、研究をさせていただきました。それどういう研究かというと、今それが生きてるんですけど、家にいながら、新しい情報通信で、かかりつけ医ができる。今それが25年間でですね、やっと夢のようなことが、この佐賀でももう現実になろうとしてるんです。家にいながら、お医者さんが見てくんさ、わざわざその遠くは病院まで行かんとか、それができ、それは悠長や漢方のお金のおかげなんです。でも今不安ですと、もううしかつにしてしまう。髪の毛振り乱した人が出てきてですよ、郵政を民営化すれば年金も良くなって、この中に年金のタコなった方、オンサです。オンサなかでしょ。結局何をやったかというと、それをあるところに食い潰したんですよ。持ってったんですよ。要は、規制改革利権です。こんなんばっか。オスプレイだってそうです。オスプレイが、本当に、私、言われました。あなた、末次一郎先生の弟子でしょと。
アメリカで勉強して安全保障がちゃんと分かるぞと思うとこって、あんたなし、オーストラリア反対しようねって言うた人のもので、当たり前やと思って役に立たんし、おっちゃぶってやけんが、3日前も緊急着陸してますね。こんな緊急着陸ばっかりする装備品が役に立つわけないですね。1個220億するんですよ。220億ってちょっと聞いてこんでしょ。佐賀市の予算が今で1000億をちょっと超えたぐらいでしょ。そうするとオスプレイ5機買うにもう佐賀市の予算はどうなってるんですよ。そんぐらいのお金なんです。で役に立つかというと役に立たん。イスラエルももう返品しよう。で何をやってるかというと、私がですね、ちょうどあれは2014年やった階段から落ちれて、その院内関節全治1ヶ月って言われたんです。1ヶ月したら国会に戻られたいと思ったら、なんとここに金の入っとって、あの MRSA というと、これで足が腐り出したんです。7回手術して足が押し切っていいな、押し切らんでる方だって若干未熟になったわけですよ。俺もうちょっと背高かったですよ。だから足も恐ろしいなかったちょっと今少し短め、2cm、いや本当に 2cm 未熟になったわけですよ。でその時思った、その時にオスプレイを入れるわけです。あれ冷蔵のオスプレイを入れるっていうことですよ。日本の自衛隊なんじゃないですよ、ね、本当は。でもう前々回の総選挙の時はもう全然その病院から出られん。で出られんどころかもベッドからも出られん。立つこともできん。でリハビリの先生のですね、神の手って言われる、ちょっと名前言ってることは片木先生っていう方がコンサートです、ものすごい方が、そういう神の手の先生にお願いした。もう頼みますから25秒だけお湯が立たさることしてください。ウルトラマンは3分でしょ、俺は25秒、とにかく25秒だけ車椅子からこうやって立って立って、そして皆さんに挨拶ありがとうございました、頑張りますっていう時間が25秒なんです。この25秒だけ立たせてください。ところが立てるわけです。ここはもう筋肉が脳がしもって、こうやって立って、でこのやっと立った、立ったはこうやってんが、真ん中がどっちかわからんわけです。ずっと寝とんないで。こっちかな、こっちかなって。いいうちにまたボコッと倒るわけです。で、もう国会に戻れるとは思いませんでした。テレビでいつも自分がやってる予算委員会を見たら、ああ、もうあそこに行くことはないんだって思います。でもその時に思ったのは、皆さんに申し訳ない。それこそあの名前が言うかもって、私の兄役の方の同級生の弟さんがですね、あの水町さんって言って、バルーンが始めさったんです。そのお兄さんから紹介されて、そこの田布施川の焼き鳥屋さんでですね、バルーンをやろうっていうことで、ずっと私妻の直子と一緒にあの行ってました。ああ、このバルーンももう守られん、加賀の空をオスプレイの飛ぶ、そして自分がここまでしてくださった皆さんに恩返しもできん、このまま死ぬとかいと思ったらもう悔しくてですね、でなしこっちゃしないやった、皆さんのおかげでですね復活して、そして国会で調べた。なんで拒む言葉入れたかと、おいがおらん時に用図してくれたなということでですね、やったらまあ出るわ出るわ。結局これ安全保障のために入れてんじゃないんですよ。あの藤丸政務官というのがさらに来て言ってましたね、覚えておられますか。藤丸さんというと深い小川誠先生の秘書さんで、福岡7区かな、今も出てますけど、正直な男で、なんて言われたかというと、ある国が横浜出権がアメリカ何とかしろとしてくろと言うたと、ナンバーオイラジーばっかり頼みよくかと、オスプレイぐらい買わんかって言われたっていうのを、ちょっと坂弁で今簡単に言うんですよ。そういうことを言われたって佐賀に来て言うとわけです。その通りなんです。安全保障のためじゃないんですよ。オスプレイのですね、開発費はアポロ計画よりもたくさんかかってるんです。
時は元が取らんといかん。で、俺は絶対反対意見だと自民党の国会議員にも言ったら、なんて言ったと思うですか。カジロ、佐賀は何もなかったやけんが、オスプレイぐらい受け入れとかんかって。アメリカから、アメリカの戦争に勝つわけなかろうかって言うわけです。悔しゅうしてですね、バカにしとるわけです。市議会議員さんだとどうじゃなかですか。オスプレイは入れんばいかんって、なんか偉そうに言いよっと。嘘でしょ。で、今回、佐賀を守る人を選んでほしいと思って、新助さんにお願い、白羽の矢が立ったんです。今ちょうど、夢タウンの 前で市議会議員さんたち、ドワーって並んでですね、そして、新助で、新さんって、高校の後輩。で、それは頑固が。もう大人はちょっと置いとかで、大口さんのことこう、あの、大口さんのこと切れ味はなか。もう大人はとしと。でも、なんで、大人はとしとっぱってんですね。なんで大事かなと思うと、そんだけ党派を超えた議員が、普通議員さんはですね、執行部をチェックする権が、職員さんから市長とかあんまり言わんですよ。ましてや、自分の公認とかを外して、そして応援するっていうのはよほどのことです。で、佐賀もまた古い政治がまた戻ろうとしてる。佐賀の市議会で議長選の汚職がありまして言いたくないけど、それから佐賀の国会議員も逮捕されました。それなんでですか。その人たちが悪いですか。違うんですよ。そのなんていうか大金を使う構造があるんです。暗い腐った構造が、その構造に巻き込まれてしまったら佐賀市は暗黒じゃないですか。あの、これもお姉さん役の人もこの間言いさった、牛島邦衛先生にですね、私が27の私がですね会いに行ったそうです。会いに行ったと覚えと。で、牛島邦衛先生はある国会議員さんと私に同じ質問をされたそうです。お金はどうしますか、お金はどうしますかって言われたそうです。で、牛島先生、私は27の私は何て言ったかというと、地盤も看板もカバンもありません、原口かじる何も知らん、お金なんか全くありません。で、いや、もうお金を使った選挙をやりたくないからこうやって来てます。で、そんなだったらあなたは走んなさいって牛島先生は私におっしゃって、赤いラグビージャージでですね走った。で、皆さんが一口1000円のお金を、カンパをですね3000口集めていただいて、300万円ものお金で県会議員をしたのが、あの27歳の時です。もう一人の国会議員さんは何て言いさったかって、それは私も初めて聞きましたけど、何て言いさったか、お金はいくらでもあります。集めてきます。じゃんじゃん使います。じゃあもうそんな人は応援せんということで、私を応援してくださったそうです。やっぱり政治をきれいにしてね。もう今日は20分というお約束なんで、あと3分になってしまうので、あの、日本はこれまでずっと緊縮の貧乏国、消費税も、あの、毎晩私その研究した結果を、放送してますけれども、消費税は社会保障に使われてません。消費税は付加価値税といってよその間接税と違います。これを平成の31年だけで397兆円皆さんから税をいただいてます。でもその397兆円で社会保障や年金や医療がようなったかって良くなってません。なぜならそれ以上の大金持ちの減税や大企業の減税に消えてるんです。平成の31年間、平成元年から消費税始まるんですね。あの時に何て言ったかというと、直間比率、直接税と間接税の比率を変えますって言ったんです。社会保障を充実させるなんて誰も言ってないんです。で、さっきこの絵を見せましたけど、消費税はからくりがあってですね、この若い女性が苦しんでおられるって、これも消費税が大きく原因してるんです。それ何かというと、仕入れ税額控除、仕入れ税額控除、つまり外注すれば外注するほど税は安くですね、つまり不安定な雇用をすればするほど、正社員を雇わなければ雇わないほど税が安くて済む。それは悪税なんです。で、やっと私たちはこの消費税について気づいた。前の民主党政権はそれを
民主党政権の時気づいたら訂正できなかったです。私も代表選に出たけど負けた。2位じゃダメなんです。次は1位並ぶ。あの枝野さんで政権を取って、そして日本を明るく温かい、この衰退する日本ではなくて成長する日本にすることができます。でこの話をすると、いや時計制のそばあんねと、皆さんこれもテレビにでよかこと言われることです。私たちの財政は税だけで成り立ってるんじゃないんです。地方議会は違いますよ。地方議会は地方債っていうのを、地方自治体は地方債っていうのを出してその中で賄われているけど、国はですね、中央政府は国の信用で国債を出すことができるわけです。国の力があれば国債っていうのは何かというと皆さんの財産です。皆さんの財産を増やしながら経済を回し発展させ、たくさんの人たちを支えることができます。今何をやってるかというとですね、ここに溺れてる人がいる、自宅で療養してる人がいる。でも溺れてる人がいたら浮き輪は何年なんですか。浮き輪投げてこれに捕まらしたって言えなんですか。でもこの浮き輪の高価というて出さんわけです。そんなことしますか。溺れてる人の問題は浮き輪が何分です。あるいは飛び込むんです。僕の頃はあんまり飛び込まんのよからしてですね、あの水泳の苦手な人はあんまり飛び込まんのところか。でも投げるぐらいなんですか。でもうこれで結びにしますけれども、日本はすっごく大きなまだ力のある国です。で私はこの教育も、今日の先生長尾先生も来てくださってますけれども、先生方からいただいたようなあったかい教育を子どもたちにということで、未来の学校っていうのを総務大臣の時にやらせていただきます。未来の学校っていうのは新しいそのタブレットで、そしてお互いがお互いを勉強し合える、教え合えるっていうのを一番最初に入れたのもこの若口ですもんね。若口小学校と赤松小学校と西岡小学校に入れる。俺は高木先生から怒られた。お前お兄さんお姉さんのお先が若口に入れたろうって。いやいや、そういうことなんですか。なし高口に入れるんだと。北川沿いの人から怒られた。私城南中学やけん、なんで赤松だけお前あのエコフィーにすっかと。でももうみんなに入ったんです。そして子どもたちが、佐賀の子どもたちは本当にお互いがお互いを支え合ってます。小さい頃から学ぶ大変さを知るよりも学ぶ喜びを知る、競うって誰かを蹴落とすんじゃなくて、みんながお互いを支え合う、そういうことを学べるんです。でその学んだあったかいものに触れた子どもたちはどんな困難に出会ってもお互いがお互いを支えようとしますから、それは皆さんがこの若口から作ってくださったものであります。さ日本をこの若口から、日本をこの佐賀から明るく温かい日本に作り変えたいというふうに思います。で次の総選挙、鶴川市市会議員市長選挙勝ち抜いてですね、立憲民主党やっとここまで大きな枠組みになって1対1になって、昨日かな215小選挙区で候補者を出す。で他のところとも協力をすると260ぐらいです。で次政権を変えてもう嘘ばっかり言う選挙、それからあの私の後輩も今もうそれはちょっともう言わんですけども、ある人に利用されてひどかみに乗ってあのやってます。で嘘ばっかりつかないか、そういう政治をですね変えて、まっとうな政治に変えていきたいというふうに思います。今日本当にありがとうございました。何かご質問かご意見ございましたら、はい、はい、どうぞ。あのこれから年金は減るんでしょうか。はい、減りますか。年金ですね、はい、ちょっとお話しします。はい、はい、年金が今のような状況を続けていると減ります、はい、でもそれを減らさない方法あります。経済全体を温めて増やすということです。で現によその国はこの20年間で給料が倍になった国はざらにあります。
給料が倍になるということは、それだけから年金が増えるということですね。で、そういう方に持っていきたいと思いますが、答えは2つ、はい、今のままだったら減ります、はい、でそれを私が今日申し上げたようなことにすれば増えます、はい、これが答えです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうも。では数年前にある大学の教授が将来の日本ということで先生の方が提案された日本の将来という時代かどうかしませんが、ものすごくいい将来の日本という国は原口さんが綺麗な日本というものを住みたいというふうに言われたっていうのを、なんか大学の先生からちょっとだけ聞きました。それがどんなことなのか、もうそれ何年も知りたくて、こういう質問の機会がないかなと思ってましたけど、もう改善は一言でいいから、その辺についてお話願いませんか。何ちゅう本か先生はお父さんですか。そのいいえ、これも大学の先生の話の中で、ああ私が言ったということですね。はい、どう思うかわからんちょっと言いにくいんですけど、どうぞお考えになってください。おそらくですね、このこと大学の先生だったら、私が緑の文献改革って言って新たな日本の未来とか世界の未来を示した、まあ、これ英文でもやったものがあります。多分それじゃないかと思います。でもしそれだということで言うんであれば、今までですね、もう人間が火を発明してからエネルギーが大きければ大きいほど強い、大規模、独占、集中、搾取ということでずっとやってきました。例えば、エジプトはナイル川を管理した人間がファラオといってピラミッドを作りますね。中国、あれは黄河、ヨスコを管理した人間が皇帝になります。日本も幕府もそうですけど、江戸時代佐賀は36万石で、これはエネルギーの独占量なんですね。で、これがその近代化、石炭とか石油が生まれてきてさらに ひどくなったわけです。これは何かというと、エネルギーの地下のタイムカプセルを引き出して使うものです。だからペリーが来た時にたった4杯の蒸気船で夜も眠れずって言ったのは、それまでは日本は1年間に得る稲とかそういったものでエネルギーを得ていたわけです。ところがペリーは石炭、エネルギーのタイムカプセルを持ってきたから、日本は江戸幕府は歯が立たなかったわけです。でそれと同じように、それはもっと進んだのが原子力でも、全部大規模独占集中搾取なんです。でこれをやってる限りにおいてはエネルギーの争奪戦になります。だから戦争のほとんどはエネルギー、あるいは領土をめぐる争いが戦争なんです。じゃあ人類はずっと、もう今世界のですね、終局時計があと2分ということになる、あと2分で世界は終わるということになっている。じゃあどうするかっていうのを書いたのが、多分その先生がおっしゃっている、私が描く未来の世界っていうことだと思います。大規模独占集中搾取の反対は小規模、分散、共同、共生です。でそれが今まではできなかった。で今度はそれができるように、ブロックチェーンとかいろんな技術の難しい話はしませんけども、エネルギーのパラダイムを地産地消にする。今回も新生さんと言ってるのは、ブロックチェーンを使って、例えば郵政のマネーのように、社会的な、社会を温めるようなお金に一段価値を高くするんです。そうするとさっきの恒大集団、中国の